陽性。陽性は、構成動物の個体発生の過程で、肺と生体との間に、生体とは、形態が著しく異なり多くの場合は、生体とは違った、独自の生活様式を持つ時期がある場合に、その段階にある個体のことである。男性で変態する動物について簡潔に言えば、陽性とは、負荷から変態までとなる。英語では、複数型は、 分類群によっては特別な名称がある。どのくらい生体と異なれば、陽性と呼べるかについて、分類群を問わない汎用的な定義は難しい。ガイギーとポートマンは、変態する場合のみ陽性と呼べるとするが、伝統的に陽性と呼ばれるこの中には、変態をしない例外も多い。陽体という用語は、しばしば陽性も加えて混用されるが、厳密な定義ではそれぞれ異なる。 これらは、妖精とは異なり、生態と似た形態であり、変態、あるいは変態に相当する、変化後も成長する動物、または、変態しない動物に、これらの段階がある。魚類や、陶足類の子も、妖精と呼ばれるが、それらは、変態を経ず、妖精と生態の違いも、形態的、ではなく形態計測的、大き、さや比率な変化に過ぎない。そのため、 妖精を変態するものに限定するなら、厳密には、妖精とは言えないことになる。しかし、魚類や、ソク類の子は、プランクトンとして生活するなどの、妖精的形質を持ち、多数の構造の共同的で急峻な成長を行うので、妖精と呼べるとする主張もある。ただし1988年以降、妖精の定義の混乱を避けるため、 当足類のコアと呼ぶ傾向にある、妖精で亡くなったわけではない。の定約はないが、こっちと訳されることがある。普通、妖精と言われるのは、卵から孵化して、独立に栄養をとり、成長して、親になるまでの間の個体である。卵の中にある間はこれを灰と言い、また、体制や、卵体性のもので、親の体内にいる場合これを退治という。ただし、分類群によって、 孵化の時期は異なり、禁煙なグループではすでに孵化している段階のものが、別のグループでは未だに卵の中にいるという場合もあ、極端なものでは親の体内で卵が親の段階にまで成長してしまうものもあり、この場合には陽性の時期はないとも言える。しかし、禁煙の群で見られる陽性の姿が卵の中で形成される場合も多く、その形態が明確な場合には、 それをその妖精の名で呼ぶことも可能である。例えば、甲殻類の初期妖精はノープリウスであるが、より発達の進んだ段階で孵化する例も多い。その場合でも、卵の中の肺では、ノープリウスの段階を区別できることが多く、これを、卵ノープリウスと呼ぶ。一般に、妖精と生態の違いは繁殖力の有無である。繁殖能力の獲得をもって、 成熟の目安とするのが普通である。しかし、中には、陽性が大いに繁殖する例もある。ただし、その繁殖は普通は、無性生殖か、それに近い形をとる。近縁な動物群の間で、陽性の形が共通であるのはよく見られることである。むしろ、陽性に共通点があることは、それらの動物群の間の類縁関係を示す、証拠と見られる場合が多い。 フジツボやエビやドリムシなど、甲殻類の固着性や寄生性のものには、ほとんど節足動物らしい形を失ったものもあるが、これらの妖精では、はっきりと、節足動物、それも甲殻類の妖精と共通の形、ノープリウスが見られる。これ以外の仲間でも、固着性や寄生性のものでは、本来の体勢の特徴を失っているものが多いが、妖精に、 それが見られるのはよく見られる現象である。妖精の形が共通することは、それだけ進化の過程において多くを共有してきたものとみなすのが反復説である。その過否は多くとしても、いくつかの門に共通する構造の妖精がある場合、それらの類縁性を考えるのが普通である。例えば関係動物と軟体動物などに見られるトロコフォア妖精が、そのような例である。 陽性の形は分類群により様々であり、それぞれに固有のものがあるので、それぞれに命名されている。海産無脊椎動物では、陽性の時期をプランクトンで暮らすものがあり、それを陽性プランクトンという。そのようなものでは、親とのつながりが分かる前に、陽性が発見され、独自に命名される場合もある。そのような例に、ホウキムシの陽性である、アクチノトロカ陽性や、 異性ビなどの妖精のフィロソマがある。また、未だに妖精しか発見されていない動物もある。多くの動物の妖精には、ラテン語系の名が付けられている。日本では、これの読みのカタカナ表記に妖精を付けて呼ぶことが多い。ただし、プラヌラやポリプ、レディアやセルカリア、ラテン語読みでは、ケルカリアなど、慣用的に妖精を付けないことが多いものもある。節足動物では、 昆虫に例外が多い。まず、妖生ではなく、幼虫を使う。それに、個々の幼虫に対して汎用的に使われる名前、イモムシ、ケムシ、ボウフラヤ、ゴウジトウが多いので、一般にはそれで流通する。また、サナギと呼ばれる時期もある。昆虫に習って、陸上の節足動物では、幼虫が使われることも多い。学問的には、昆虫の場合も含めて幼生が使われる。 ダニなどでは、若虫という名で呼ばれる時期もある。なお、カチューズナ以外の四方動物の場合には、クラゲの姿が有性生殖を行うので、ポリップは妖精という位置づけになるが、ポリップは無性生殖を行い、クラゲ以上に長明であったり、より発達した姿である場合もあり、これを独立した世代とみなす見方もある。その場合、その生物は、 クラゲとポリップの二つの世代を持ち、世代交代を行うという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。